あげる。はい、皆さんもちゃんとご飯を食べてくださいね。それじゃあ先生、さようなら。さようなら。気をつけて帰るんですよ。さてと、子供たちも帰りましたし、そろそろかくれんぼはおやめになられてはいかがかと。なんや、気づいてたんか原神。相変わらずやな。こんにちは、2号さん、3号さん。今日はどうされたんですか？ん？仕事が早終わったからな。3号連れて都の見物してたんや。で、歩いてるうちに気づいたらここに来てたんで、挨拶でもしようかとな。そうですか。それはお疲れ様です。俺3号、何ぼーっとしとんねん。挨拶するんやろ？なるほど、それでわざわざいらしてくれたんですね。ありがとうございます。しかし、お名前は3号さんではないのですか？そうですか。では、無用なことを招かないように、しばらくは三号さんとお呼びすることにしましょう。大丈夫ですよ。いつの日かきっと、あなたを大切に思う人が、あなたをその名でお呼びになる日が来るでしょう。そしたら、私も便乗させていただきますね。さて、実は私もあなたにご用があったんですよ、三号さん。それは。おい後輩。お前どこふらつき歩いてんだよ。バカ取りとどこかに行ったかと思えば、いつまでも帰ってこないし。なんや一軍、置いていかれて寂しかったんかいな。よしよし。違うに決まってるだろ。くちばし折るぞ。
あなたは。っておい、聞いてるのか後輩。聞いてなかったんだな。もういい。あんな、1号は3号を迎えに来たんやて。勘違いするなよ。生命が黄昏時に一人にするなって言うから。暗くなったらあのバカは絶対に道に迷って帰ってこれないって。そうしたら夕餉の支度もさせられないし。なんや、ワイもいるのにな。お前じゃ頼りにならないんだよ。なんだよ、なんか文句あるのか。さっさと帰るぞ後輩。何でしょう、三号さん。いえ、何も。何もありませんよ、三号さん。それより三号さん、早く行かれた方が良さそうですよ。はよ、せいや3号、置いてくで。ええ、また明日お会いしましょう。気をつけて帰ってくださいね。あなたなら大丈夫です。
おはようさん。今日はみんな早いんやな。